今日の朝のタロットの初心者向け、タロット入門の練習は、事故を起こして、今、怪我をしてしまった青汁王子こと、美咲、あれ？名前思い出せない？美咲さん。美咲何さんだっけ？美咲優太さん？その方について、YouTube で何か面白いから見てたっていうか、最近知ったんですよ。去年、その頃、去年ぐらいから知って YouTube 見てたんですけど、なんかいろいろ旅したり、何か面白い企画っていうか、奥さんを探す企画とかしてたり、笑いながら見てたのに、何か悲劇が起こってしまって、で、ちょっと、その人について今、これからのことを知りたいと思ったので、占ってみようと思います。早く、左手が動くようになってほしいですね。水晶はね、何か取り出してきた、自然から取り出したままのものっていうのがここにあるんだけど、ちょっとどこ行った？これも持ってこようっと。何か自然から取り出したままのっていうやつ、最初汚かったから、そう、漂白剤につけて洗ってくださいって言われたから、少し綺麗になってきたけど、まだ黒いところがありますね。はい、混ぜました。そしてですね、蜜に開けます。そしてですね、真ん中を取って、手前に、私こっち側にいるので、どのように映っているかわからないけど、私側に持ってきます。そして、行きます。何だろう、これは美しいカードですね。逆なんですけど、私逆で読んだり、政治のままで良かったりって思ったりするんですけど、それはその人次第っていうか、取る人次第だと思います。1枚引きなので、たくさん出して、ストーリー性で占うやり方と違うから、そのカードのシンボライズされる意味を知りたいという感じなんでね。あれ？これは最初の方だと思う。私初心者だから、まだカードがよくわからん。これはね、22枚普通あるんだけれども、2枚、不思議なカードが混ざってるんですよ。ドラゴンヘッドとドラゴンテールが入ってるんですよ。だから24枚、そこから選んでいます。女教皇ね。そう。女性の、教皇っていうか、教皇っていうか。キーワードが、属性に染まらない純粋性。それが、ワードですね。神秘的な世界への扉を開くとき、その手助けをしてくれるのが、この、女教皇のカードです。ちょっとね、裏じゃない、なんだろう。これをどのように読むかですね。正位置で読むか逆位置で読むかですね。今、シンボルとなるそのカードの意味を読んでいます。この人物は、男装の女教皇、失礼 朝起きたばっかりなので、まだ喉がおかしい。この人物は男装の女教皇であると言い伝えられています。女だけれども男装をしているんだって、だから実は女だけど男装の教皇。秘められた儀式の行われる神殿の鍵を預かる、司祭長を務めます。清楚な顔立ち、清潔で
死に備えて立ち、それは女教皇自身が神殿そのものを表していることに他なりません。彼女が支配するものは人間の優れた科学的な、理解力とオカルト、つまり超自然的魔術的な神秘性の奥にあるものへの探求心です。このカードに示されているのは神秘的な、世界へ通じるもの、あくまでも鍵啓示であり、真実はまだベールに包まれて、ベールに隠されています。清楚な顔立ちってあってるじゃありませんか。だって今時珍しく有名人というか、まあインフルエンサーで、やっぱり北海道出身ということもあって、結構いろいろな日本人離れした人たちがいる場所だと思うのね。清楚な顔立ちと清潔で質素な、まあ私お母様っていうのが出ていた動画見たら顔がそっくりだったので、なんか顔が同じような顔してたのでお母さんになのかな。そうで神秘的な、科学的な理解力もあるけれども、オカルト超自然的魔術的な神秘性のって書いてあるから、その探求心って書いてあるから、やっぱりペルーに行ってアワヤスカを試してみたりっていう、そういうのに今変わりつつあるっていうか、科学的なところからそれプラスオカルトにも興味を示してるっていうことだと思います。旅行をたくさんいろいろしすぎて疲れているのかなとは思うし、休んだ方がいいっていうのはあったかもしれませんね。続けざまに旅行をたくさんしていたのが見受けられたので、あれと思ったけど何か探していたのだと思います。それでは何だろう、じゃあ逆位置でちょっと読んでみましょうか。仕事運のところ。仕事、勉強に集中できない。人間関係にトラブルがあります。極端な神経質です。それから、ヘルスのところは、病気のところは、神経とか、あと、胃腸とか、肝臓に注意って書いてありますね。だからあまりお酒とか飲みすぎないようにした方が。それから友達や、これレジャーのところ見てみましょう。友達や旅の同行者の女性と喧嘩をする。一人旅に、トラブルが暗示されています。サークル、クラブなどの、ホビー、趣味のそういうところで孤立してしまいます。その他、学歴にこだわりすぎる。常識外れな行動で失敗します。女性、後輩に裏切られますって書いてある。そう、あとは愛情運と結婚運のところは、相手の行為を不潔と感じてしまう。理性を失ってしまう。相手の欠点に目をつぶれない。不妊症になる。取り越し苦労をする。お互いを理解してないと感じる。これが、結婚のところね。ラブとか、あとは正位置はまた違いますね。正位置を見てみると、愛情運のところは、何も言わなくても分かり合えるって書いてある。理性的な行動をとる。分別ある交際をする。聡明な女性、ここは男性だから聡明な男性に置き換えて、それからいつまでも新鮮さを失わない。で、女子が誕生します。仕事運が、仕事に少しずつ慣れて、必要な専門知識技術を学んでいって、目上の人の引き立てがあります。そうで、スタディは復習に力を入れてくださいっていうことね。勉強運は、それからヘルス&ビューティーのところは、健康のところ、清潔感ある服装が基地です。
無理のない健康法を取り入れてください。素肌美を大切に。食事療法が効果的です。あとは旅行運。一人旅が吉。研究、仕事目的の旅をする。それからホビー、読書、仕事に役立つ趣味を持つ。女性教師のアドバイスに従ってください。その他、受診のままでいる。一人の時間を持ち、じっくり考える。それが、良いと言われています。あとは、理性的な、だんだん喉が、失礼。理性的な女性に相談を持ちかける。それが吉らしいですよ。という感じで、怪我をするっていうのは別に出てなかったですね。精神的な、だから神経とか、肝臓に気をつけるようにって、あと、ノイローゼになりやすいので気をつけてくださいっていうのもここに書いてありますね。ノイローゼとか、お腹を壊すなど、あ、こっち、読んでなかった、ここのところ。そう。で、美容のところは、不潔にならないように注意してください。インチキな、医者にかかってしまいますって書いてある美容のところ、美容のインチキ医者って何だろう。服装が地味すぎるので、少し変えるようにっていうのもここに、ビューティーのところね。なんでビューティーのところに、不潔にならないようにとか、インチキな医者にかからないようにって書いてあるんだろう。あれ？わかりません。はい。あとは、退職するっていうのも、ジョブのところに、ここ、逆位置のところに書いてある。インチキ社っていうのも逆位置のところに書いてある。で、一応、逆位置に出たから逆位置も読んだけれども、正位置で取りたい人は取ればいいと思うし、その状況によって、だから、例えば、未来は良くなると思えば、正位置の方の未来のところを、として読めばいいと思います。今が不運なことにあっているからこういう逆位置も読んでみたんですけど、いやー合ってますよ、このカードだって。どっちかっていうとナイーブな、そう、体はねすごくたくましいけれども中身は女性的かもしれないし、そういう母性愛を秘めている男性っていうか二面性を持ってると思います。はい、頑張って欲しいです。休むといいっていうか、一人で何かじっくり考える、あまりあちこちやらないで。忙しすぎると精神的にね病んでしまうから、ゆっくり睡眠をとることだと思います。完治してほしいんだけれども、私は医者じゃないからわからないし、ファンの人たちがみんなで祈ってればいいと思います。そうすればいい方向に行くと思うし、はい、それではここで終わりにしようと思います。なんかつながりいっぱいあるから、この方のつながりって面白いから調べてみたいっていうか、立花隆さんとかもちょっと知りたいかな。で、全然話違うけど、政治でしょ。政治ではあとまるで関係ないんですけど、プーチンとか知りたいですね。そう、はい、どうなるのかなと思ってちょっとね興味があるんですけど、はい、それではここで終わりにしようと思います。良い一日を。チャオ。